津市では春の観光シーズンの幕開けを告げる琵琶湖開きが行われています。琵琶湖開きでは毎年船が湖上をパレードします。パレードの中心となる観光船の一日船長に任命されたのは大津市出身の高橋メアリー淳さん。NHK 連続テレビ小説純と愛でヒロインの兄の妻の役を演じています。この後高橋さんは船に乗り込み湖上パレードに繰り出しました。そして観光シーズンの扉を開けるという意味を込めた長さ1メートル70センチの黄金の鍵を琵琶湖に投げ入れました。今日の大津市は春を感じさせる陽気になっています。およそ30隻の船は円を描くように琵琶湖を航行しました。観光シーズンの到来を PR していました。